将来芸術の道を志す高校生たちが集まり創作活動を行っている学生芸術祭実行委員会が開いた美術展です。日頃の成果を披露するため10年ほど前から開かれてきた美術展でしたが、参加者の減少に伴って今回が最後の催しとなりました。会場にはおよそ600点の作品が展示され、こちらのハート型となった作品はよく見ると高校生の笑顔の写真が集まっていて、コロナ禍で3年間マスクをしたままで過ごした高校生活を振り返り、最後に仲間の笑顔を記録した青春時代を残す思い出深い作品となっています。今回の展覧会は4人の生徒の作品が展示されていて、中でも中西美優さんは服の生地やカーテンなどのインテリア素材をデザインするテキスタイルデザイナーを目指していることから、将来デザインしたい服を縫製したり、タペストリーをイメージして紙を使って柄をデザインしたりしました。自分より大きな作品を作るのにすごく時間がかかりました。私たち高校生を中心に様々なアートのジャンルから三重をさらに彩っていけたらいいと思います。高校生たちの表現力豊かな作品を一堂に集めた展覧会は明日も松阪市文化財センターで開かれています。